はい、どうも、アコ侍です。チャンピオンとのまで、俺も天続きです。おお、なんかこんなエフェクトあったっけ。まあ、とりあえず行こうか。1戦目までカットです。はい、1戦目ストームポイントだね。ストームポイントっていつ以来だ。まあ、いっか。でも最近やったような気がするな。前回が確かどこだっけ。あ、金谷だ。共に生き延びる。そう、前回ね、とあるコメントでまあこの動画が上がってるのは多分ね、この動画が上がってるのは確か7月の第2週かな。この動画が上がるのは7月の第2週に上がるので、多分前々回だからいつだったかの動画に、白いカラスって結構スキャンでどうにかなるっていうのを聞いて、今回のチャンピオンです。それをやればよかったと思ってね。冷えたビール、戦闘中には熱い戦い、ああ最高の人生じゃないか。最高。お願い、もうやめて。始めましょう。さあ、始めましょう。なんか、あそこ綺麗だな、人がいいな、あそこに。ダイヤだな。私が指揮を取る。あっちに着陸しよう。了解した。行くぞ。聞こえたぜ。なんかないかな。チャージライフル、まあいい。やべ、スピファとチャーライとか最高じゃねえか。弾薬を集めよう。話はそこから。よし、オールオッケー。もう次のリングの中にいる。チャージライフル。のために材料を手に入れた。報告、ファーストキル助かる。ファーストキル、その感謝に恵みあれ。どうもありがとう。今日は神々の祝福を受ける時。モバイルリスポーンビーコンを見つけた。まあ、リスポーンビーコンをまあ誰か拾えばいいんじゃないかな。みんなが持ってたら意味ねえしな。お、ラッキー。ありがとう。医療キットを発見。俺の言葉を忘れてくれ。ロングボウがあれば一番ベスト。ポップアップを発見。ハンマーポイントだ。みんな材料だよ。ありがとう。これじゃ足りねえ。ありがとう。チャージライフルでもいいんだよ。シールドバッテリーだ。そう簡単に掘れるんじゃないよ。警告、リングの閉鎖が始まっています。でもあれか、チャージライフルじゃなくてあれでもいいのか。リングの中だ。新しいキルリーダーが確定しました。気をつけろ、新たなキルリーダーだ。頑張って。待ってくれ。クラフトしている。バッテリー作るか。で、材料手に入れたぞアミーガ。なんだけバッテリー。いや、あのケアパッケージはゲットしとこうぜ。おい、クラフト中だ。よし。あっちにケアパッケージがある。早く行こうぜ。あっちにケアパッケージがある。早く行こうぜ。
今突き抜けてってあちらの方向に敵がいるはずだ。あ、そっか、今あれだ、あれセンチネル普通に出るようになったんだっけ、忘れてたよね。チャーライよりかはセンチネルの方がいいんだよ。チャーライよりかはセンチネル、それよりかはあれがいいです。ちょっと待て、もうすぐクラフトが終わる。ロングボウがいいです。僕ロングボウが一番好きなんだよな。もうやっぱ向こう側だよね、リングの外にいるよな多分な。ちょっとでチャージライフルとかスナイパーアームがないからね、弾薬がすげえ心もたないんだよな。どっかないかな、多分ねえんだろうな。間違えた。すごい静かだね。しかしすでに12部隊なんだよね。これじゃ足りねえ、まだまだ上げるぞ。キルリーダー撃破。おお、そんな都合のいいものはないよ。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダーに気をつけろ。多分ね誰もいないと思うんだよな、この辺も。うん、刺さられてないもんな。うわ、痛い力尽きた。いい風に乗れてるね。敵が倒れた。さあ起き上がってくれ。ほらほらほら。ごめん、ありがとう。次は失敗しない。主神が眼力を与えたもん。少しシールドをリチャージする。アクスターを投げる。さあ敵のシールドをぶち当てたぞ。アクスターを投げる。治療中だ。レース開始。敵のリングは遠い。飛ぶ準備はできてるか。疲労度中だ。僕たちの敵隊だわ。じゃあ行くぞ。ちょっと待て、回復中だ。恵みは我らにあり。レプリケーターが降りてくる。敵部隊が全滅。夜じゃねえか。リロード中だ。ないね。マーク中。このエリアを調査しようか。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。センチネル。拡張スナイパーマガジンを発見。レベル3だ。スネーパーマガジンなら持ってる、大丈夫。
治療中だ。待て、回復中だ。さあこのまま勝てるかね。あの区画を調べよう。戻る？オッケー。了解。聞こえたぜ。新しいキルリーダーが確定しました。残り1分でリングは遠い。熱いシチュエーションだ。新しいキルリーダーに気をつけろ。敵に続く道、これをたどろう。残り45秒でリングは遠い。ま、俺なら余裕だな。リング閉鎖まで残り30秒。ギリギリがお好みか。いいね。とりあえず行こう行こう。残り7部隊。向こうへ行こうぜ。ここは退屈だ。緊急脱出を開始。こっちに立派なジャンプパッドがあるぜ。回復が欲しい。私に眼力の恵みたまえ。レプリケーターを移送中。レプリケーターが来るぞ。アミーゴ。リングまであと少し。フェニックスキットを発見。リングは周囲環境をマーク中。傷を手当てしている。さあ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 、ちょっと集中しようか。ここはちょっとシールドをリチャージ中。
り10秒。リングはすぐそこだ。さあ行くぞ。勝つぞこの戦い、マジで。あそこに誰かいるぞ。距離は確定しました。気をつけろ。新たな了解。誰かいたぞ。クッキーよりじゃなさそうだ。始まっています。どうしよう。リングが動いてる。中には誰もいない。ケアパッケージは輸送中です。ケアパッケージが接近中。アドバイスだ。あの速さで移動中の機体は触るんじゃないぞ。リングに入ろう。まずはそこから。15点フルパではないことは間違いないな。さあこれ勝とう。勝てば終わるんだ。緊急脱出を開始。あっちにケアパッケージがある。早く行こうぜ。キルリーダーを撃破した。素晴らしい。ガルミットを投げる。目標に確認し、ミサイルを放つ。シールドをリチャージ中。このエリアを調査する。行こう。行くぜ。勝つぞこれマジで。あそこに誰かいる。早く行くぜ。遠すぎる。周囲環境をマーク中。あっちに悪い奴らがいるぞ。どこ？リング閉鎖まで残り10秒。さあ急げ急げ。散開しすぎている。ダウン。一瞬待ってくれ。回避中だ。マップを悪いやつはシールドをぶち割ったぜ。敵目標近く。ミサイル発射。疲れ果てた。行くぞ。フェニックスキットを使う。ちょっと待ってくれ。すぐ行く。ジャンプパッドを投げる。行くぜ。アクスター、アクスター。しゃー、やったー、やったー、やったー。エーペックスのチャンピオンとなりました。最後の最後、戦えてなかったけどちゃんと2キル取ったよ。いやー本当に良かった。長かった。ありがとう、ありがとうございました。ナイスファイトでした。本当に良かった。やべ、本当泣きそう今。本当に今感無量。いやー、ついに、やりましたよ。ネッシーだ。いやー、ついにやりました。本当に長かった。本当に長かった。いやー、スーパーレアレだ。いいねー。レジェンダリーだ。スーパーレアじゃなかったわ。これ何のフレーム？レイスのフレームですか？使わない。
いやー本当に良かった。いやーもう長かったもん本当に。本当に長かった。いやーレジェンダリーまた来た。うんいいね。クラフトメタルっていうね。まあいいんだか悪いんだかちょっとあれだけど、いやーついに、終わりましたね私のエーペックス生活。本当に長かった。やっぱなんでかって言ったらこうね、キルデスがねもうすごいし、トータルでね242キルやってね、本当に最大6キルやったけども、あの時マジで全然終わるかどうか分かんなかったもんね本当に。そしたらようやくなんだろう、報われたっていうか、最後の最後にこの場面を迎えられたっていうのが非常に、嬉しく思います。いやようやく引退できるいや本当ね、この企画終わるまで、この企画終わったらちょっと俺エーペックスやめようと思ってて、っていうのも本当ね正直自分 FPS 苦手だったんですよ。やっぱり FPS 苦手で、でここまでやってきて全然ダメだったんだけど、最後の最後にスナイパーでセンチネル使ってね、3ダウンか3ダウン取れて、最後の最後に報われたなーってちょっと思いましたね。はい、ということでペックス何年やったトータル何年やった今エーペックスのさ企画そのもの。このエーペックスチャンピオンとなるまで終われませんっていう企画そのものをやったのが2002年の1月なのよ。1年半かけてようやくやっとチャンピオンになれた。2回目のようやく終わることができました。本当に皆様のおかげでございます。ありがとうございました。まあエーペックスはまあ多分今後もつながるのも続くと思いますが、私はちょっとねエーペックスはしばらく多分やらないと思います。はい、ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。概要欄の方に他の実況リストも載ってますのでチェックよろしくお願いいたします。それでは1年半エーペックス応援していただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら。